山形県が行ったアンケート調査によると、約7割の人たちが生活苦を訴えていると、それから家を何とかしてほしいと、家族の健康が心配だと、そういう結果が出てます。原発避難者は好き好んで出た人は誰一人としておりません。政府、東電の事故によってやむを得ず出たのであって、その人たちが避難者の声を一切聞かずに、それから避難者のそれぞれの事情、例えば子どもが小学校5年生、中学校2年生、計画を全然立てられない、そういうの一切考慮せずに、一括して3月いっぱいで打ち切ったということは大問題であると、そういうふうに考えております。私たちには何の落ち度もないと、そういう考えで、結束して、最終的に、残ったと、そういうことです。まあ、重要なことは、政府自身が区域外避難の合理性を認めていたと。しかしそこの部分の線量がほとんど変わっていないのに、年数が経ったからということで、帰還せよというふうに言っているということが非常に、不当であるということ。2012年の6月この事故が起きました翌年の、1年3ヶ月ぐらい経った時点ですかね。ここで与野党全党一致で可決された子ども被災者支援法、ここで、この避難されている方々についてですね、避難を選択しても帰還を選択しても、その、はたまたその元いたところに居住を継続する人たちも等しく支援するということ、その前提として原発事故によって放出された放射能の危険性についてのですね、科学的知見が定まらないと、そういうことをはっきり謳った上で、どのような選択をしてもその自己決定権を支援していくんだということがこの法律として定まっている。この法律によればこんな非道なですね、避難住宅からの追い出しというようなことはできなかったはずだということを言っております。はい、その件に対してお答えします。確かにそういう声は、あります。それで、面と向かって話をすると大体が納得してくれます。それは何だというと、先ほど言いましたけども、好き好んで出た人は誰もいないということ、それから新しい場所で6、7年経って新しいコミュニティがすでに出来上がっていると、だからそこからもう動くのは嫌だということと、それと、この原因を作ったのは、国と東電でしょうと、我々には一切責任がないんだって喋ると、あ、そういえばそうだなと、大体は納得してくれます。8家族 の、 その家族がまとまってですね、避難住宅から追い出しを、その訴訟を起こされたという例は過去にないというふうに思います。でそういう意味で、国の今取っている原発事故がまるでなかったかのような帰還政策というものの逃避を問うですね、非常に重要な裁判になるだろうということが一つ。それとつい先だってですね、おとといになりますかね、国連の人権理事会の普遍的定期審査というものがございましたけれども、この中でもですね、原発事故後の、避難者に対する対策が非常に、その人権侵害になっているのではないかということ、そしてドイツ政府などに至ってはですね、1ミリシーベルトを本来の基準にするべきだと、この住宅 の、 その支援政策の打ち切りについて見直すようにという極めて具体的な日本政府に対する勧告を発しました。これがおそらく作業部会のレポートの中にも正確にまとめられて日本政府に勧告されることになるだろうと思います。原発事故後の避難者政策の逃避、が問われている、国の国策が問われているし、国際的な人権問題でもあるんだと、そういう重大な問題だということで、こういう機会を持っていただきました。